はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。前回はこのライトというかバイク4台を一点に向けて全方位照らせるような投光機を作っていました。もともと一番最初これやろうかなって思ってたんだけど、これ地下まで明るくしちゃうんですよ。こういう感じで。だからちょっと眩しすぎて嫌だなって思ってたんだけど、ちょっとね、この前、だいぶ前に作った、だいぶ前っつって、ちょい前だね、に作ったこの投光機っていうか、なんていうの、フレーム？これ全部ライトつけてたんですけど、ログインし直したり、あと遠くに行ったりしたら、電気消えちゃうんで、ちょっとつけたり消したりめんどくさいなってことでもう、諦めて、こっちの4大パターンに切り替えました。これだったらね、まあ、バッテリーを乗せ替えて、やる程度で済みますので。で、多分バッテリーが4つ手に入れば、もう乗ってつけるだけでいいかな、みたいなね。なんで今バッテリー2個あるんで、あと2つ、どこから引っ張ってくれば、探してくれば、この投光機も完成かな。ログインしてちゃちゃって4つつけたらもう全部照らせますので。で、こっちどうしよっかな。バイクでさ、入れるようにしたいもんな。とりあえずこいつ邪魔だな。こいつは壊そうか。明らか。見えない。白すぎて見えないっていう。驚きの白さ。目が痛い。やばいな、これ。真っ白だな。そしたら、今。瓶が207っておかしいでしょ。よし、じゃあ水汲んでくるか。水も減ってきましたし、水汲んできましょう。どっかで、どっか簡単な場所あったでしょ、近くに。近くに水場があるっていいよね。サバイバルの基本だよね、きっと。水、よいしょ。あれ、汲めない。よし、よし、組めた。1本だけだけどやっとくか。よし。お、木伸びたんじゃない？さらに。ね、木大きくなった気がする。いい感じだけど、ちょっとでかすぎるかな。ここ伸ばしたら明らかアウトだね。うわ、この隙間からゾンビ来たら分かんねえな、ほんと。何をしたかった？忘れた。水を。4スロットまでいけたんだね。違う。15分。よし、こんなもんかな。水他のにもいろいろ必要なんで。アルコールとかね。倍を増えるか。これ全部入れた。280はちょっとやりすぎかな。70も違うな。ああ、35。53。お、いいね。よっしゃ、これでいいや。
倍が増える。まあ応急用だよね。このガス管がなくなった時に助けてもらうしかないよね、こいつに。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こっちは8分の37分だから、これちょっとやりすぎ。まあこんなもんでいっか。そんなバカみたいな量はいらないでしょ、多分。コンクリート作ってるんだね。どうしよっかな。どっか行くか。ちょっとリペアキットを作って4つぐらい。あ、ヘルメットはどうよ。さっき俺殴られたぞ。あ、ヘルメット種類しとかないといけないな。ってことは、56はやりすぎ。56はやりすぎ。ちょっと先に、いろいろ種類しとこうか。これと、ジーンズの種類わかんねえな。コットンフラグメント。コットンじゃん、クロスフラグメントがいけるな。全然いけるな。でも修理しときましょうか。よし。いっぺやー。なんか落とした？大丈夫？こっちは湧いてないと修理してくれないんだね。よし、ウェア、リペア。あ、クルーはいらないかな。クルーいらなくて、デブリもいらなくて、リペア。あとはまあまあ必要なやつらだよね。こっちだね。こっちかな。オッケー。ってことはもうクラスフラグメントいらないからしまって。嘘ついた、ごめん。4つここ。ピッケルはもうしまう。松をちょいと補充して、こんなもんだね。でご飯食べて出動しようか。水がない。え、足りない？嘘。やばい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 。ジェラルフォード来ちゃう。フォード来ちゃう。どこだ？絶対今落としたし。こっちだ、後ろだ、後ろ。いた。嘘や。あ、見つかった。無理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 。よし、多分間に合ったでしょう。リペア。
間に合ったっぽいね。よかったよかった。焦るわ、ほんとこいつらは。大丈夫だよな。あのゾンビはしょぼいゾンビの声だもんね。うえや。何でしたっけ？リペアキット。リペアキットを5個追加して。明るいな。 違う。今回はどこ行こっかな。また微妙な遠出かもね。スナイパーライフル修理しとこう。11使うか。結構使うな。ということは、7。お、ちょうどいい感じじゃん。悪くないんじゃないでしょうか。これで行こっか。どこに行こっかな。インベントリ空いてるかな、バイクのちゃんと。わあ、なんか詰まってたわ。ちょっと嫌な予感したんだよ、今なんか。とりあえず薬系が。血を抜いて 薬使って、でこれが修理されたと。何をする？松明作ろっか。レッツゴー。こっちの方がこの前行ったから、ちょっと左側行ってみようかな。アウチ、いきなり誰か引いちゃった。まあバイク速くなった気がする。気のせい、多分気のせいだろうね。マップすら見ないで適当な方角に走り出すから、ね とりあえず今回の目標も、まあ、シンダーブロックとバッテリーぐらいかな。と、あとはまあ、もちろん、雪山の、見つけたことのないキャビンと、砂漠の石の塔。ジャンプジャンプ。これか？こんなわけない。なんかね、なんつってたんだっけ？なんかが生えてるっつってた。多分木だと思うんだよね。漢字読めなかったんだ、実は。ライブやってた時に教えてくれたんだけど。多分木だと思うんだよね。うわぁ、びっくりした今。燃料持ってきた？これで燃料持ってきてませんとかだったらアウトだわ。さて、そろそろマップ見よっか。この先でいいかな。マジか。ファーストエイドキット2個しか持ってきてないか。ちょっと心配かもしれない。少しだけ。が先かな、どちらかというと。お、ちょうどいいぐらいの数になりそうだね。こっちまっすぐ行っちゃったらどうなる。ああ、街かとちょっと一瞬期待したけど。嘘やー。
ダメだ。ダメだ。あ、むしろ当たっちゃった、さっきの。そんなことないな。どんだけ撃てばいいんだろう。あ、こいつは倒せるコース。よーし。よし。お肉ゲッチュー。あ、そう、これも拾わないと。え、もういらないんだっけ、シート4つ。いらないわ。癖で取っちゃったけど、いらない。もうなんかちょっと取っとこうか。必要なのあるかもしれないしね。もしかしたら。よし、こんぐらいあればいいでしょ。こんぐらいあれば満足でしょ。これいらないかな。薬屋さんか。もう来てるね、がっつり。あ、こんな近くにあったらそれ何回も来るかな。あ、これ欲しい。松明を補給します。35、まあ、やっちゃうか。通りすがりだしね。重さないし、このゲーム。このゲームでもさ、重さ実装なんてされたらちょっと無理だよね。だいぶ辛いよね。まあまあ、そこでバイクとかの出番になってくるのかな。バイクとか車とかなんか、そういうやつの出番が。カバンも実際ね、実装されてないからね。このインベントリーにカバン装備するところはあるんだけど、このバックパック実装されてないからね。今後出てくるんだろうね。まあ最初からこの広さは確かにちょっと広いよね。慣れたら狭いんだけど広いよね。どこ行こう。右だな。雪山ね、見つかればいいんだけどな。見つかんないから困っちゃう。でももう普通の家っぽいのは諦めよう。見捨てます全部。なんかすごいな、ここ行ったことはあるのか。ガンガン削りてくわ。嫌なこった。そっか、今松明作ってるんだね。ああ、36もあれば周り照らせるでしょう。拠点の周りの拠点の周りを照らせばすぐ見つけられるようになるし、あの変な家がなくても。そしたらあの家には立ち抜いてもらおう。じゃあどうなの。いい感じに来てない場所に突っ切ってるね。突っ込んでるね。まだ松明作ってるか。軽くちょっと切ったつか、漁っただけなのに。ワンスタックでこんだけ出るならありがたいね。ワンスタックっていうか、一つの塊でこんだけ松明作れるなら楽だね。通りすがりで全然 OK だわ。ちょっと左になんか気になるのがあった。テントだと思うんだけどね、ただのテントだと思うんだけど、どこだろう。この上かな。墓は行きたくないです。墓は無理です。俺登れるかな。怪しいな。頑張れ頑張れ。あ、これか、これか。これはいらないわ。ちゃんと犬いるし、犬いるし。
でもアルファ13来たらさ、あれですよね。多分建物もさらに増えるんだろうね。楽しみだね。なんか面白い建物増えるのかな。ピラミッド来てほしいな、ちょっと大規模な。でも超レアであってほしいけどね。超レアでピラミッドで中が迷路になってるみたいな。町だ町。じゃあ今回はここの町を軽く漁りましょうか。町というか、あ、こっち来てるわ。残念残念、来てる。ただのボーンノーブル。もうちょいなんか近くにあればいいんだけどな。この先は行ってないね。まあいい感じのところまで来れたかも。どうしよっかな、あの拠点は。本当にどれぐらい大規模なものを作るかだよね。とりあえず下地はほぼ完成できたっぽいね。まあ基礎はダメですけど 基礎は支持層まで届いてませんけど、支持層まで全然届いてませないけど、いいかな。なんだここ。犬がいる。おい、来たというわけで廃墟の町見つけましたんで、次回ここだね。今景気づけに車1台ぐらい漁ってみようか。景気づけというかなんかわかんないけど、ちょっと到着した祝いで。うわ、外れ。分解できるっつってたら分解してみようか。あ、分解しない方がいいな。あ、嘘。マジか。フィルターってこれブラスだっけ？そうだっけ？そっかそっか。そうだったんだね。いや、じゃあ次回はこの廃墟の街を漁っていきたいと思います。で、あと廃墟の街、私勘違いしてたみたいです。なんだっけ？駐車場。やっぱり駐車場あるのは、固定マップだけみたいです。ライブの時に見かけたっていうのをね、ちょっと、なんかいろいろ手こずって、一回リスタートの設定したら、リスタートっていうかね、クリエイトワールドの設定し直した時に、固定になってました。で、それに気づかずに私がスタートしてて、廃墟の街にたどり着いて、そのまま勝手に思い込んでただけみたいでした。コメントで教えていただけてよかった。じゃないともう永遠探し回ってたかもしれない。あるんだとか言って、絶対あるから俺は探すんだとか言って探し回ってたかもしれない。ずっとずっと廃墟の街を、廃墟の街の何だっけ、駐車場を探してたかもしれない。固定マップじゃないところで、ね、というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。次回はこの街で車を漁って、何かな。まあ、車と、あとは、カーボンじゃない。これ。死んだブロックって読むのかわかんないけど、死んだブロックを集めていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画見てください。静止画でした。